おはようございます。純也です。リンゴ酵母パンを焼いていきます。リンゴ酵母菌の濃度が高くなるようにして焼いていきます。最近いつものパターンですね。超膨らむやつ。焼き上がりが午後3時47分。はい、いってらっしゃい。さあ、そして梅です。梅4キロで、お酒がブランデー、あとホワイトリカー、これらを梅酒にしていきます。なんですけど、この1.8リットルのお酒に対して梅1キロ使うんで、一応2キロ余っちゃうんですよね。で、他のお酒何にしようかななんて考えていたんですが、ちょっとこの辺とか見にくいんですけど、この奥とかもうかなり色づき始めちゃってる芽が出てきちゃってるんで、早めにつけないといけないんですよね。なので一応1.8リットルのウイスキーはアマゾンで調達しているんですが、残りあと1種類何しようかなってちょっと考えてます。で、ウォッカかジンのどっちかにしようかななんて思ってて、去年はウォッカをつけていたので今年はジンかな。けど、ちょっとジンね、一昨年つけて、その時あんまり合わなかったんですよね。なので、ちょっと悩ましいです。何しようかな、残り1種類。日本酒とかでも良さそうな気はするんですけど、アルコール度数20%以上のに日本酒っていうのがあんまりないし、ちょっと悩ましいです。悩んでる間に梅がどんどん熟していっちゃうので、早めにつけないとまずいんで、ちょっと本当どうしよう。なんかちょっと怪しい雲が漂ってきてますね。またゲリラ豪雨が来そうなような、そんな雰囲気の雲です。ビッグカメラにお買い物です。ファミマでカラムーチョフェスってのやってるそうです。ああ、結局ここの駐車場はブルーボトルコーヒーの自販機はなくしちゃったみたいですね。残念です。あれ、ここ、そうそう、ビストロボルドーっていう結構老舗のフランス料理屋さんだったような気がするんだけど、閉店しちゃったみたいですね。残念。ビッグカメラ到着。じゃあカメラはオフです。買いました。じゃあもう早速戻りましょう。眠たそうです。おやすみ。あそこにも寝てるやつがいる。ズドン。ということで、ビッグカメラで買ってきたのは、重たい。これ、梅酒用のウォッカ、一升瓶、一升瓶じゃないか、これ、1.8リットル。よいしょ。それで、梅酒用のお酒が、ブランデーと、ホワイトリカーと、今日買ってきたウォッカ。そして明日、ウイスキーが来るので、これで4キロ分の梅酒が作れます。それで、ビッグカメラに買い物行った帰りに寄ったファミリーマートで見つけてきたのが、これ、カラムーチョトルティーラってやつ。ファミリーマートは今、カラムーチョフェスっていうのをやってるみたいで、それの一環で売ってるみたいですね。じゃあいただきます。見た目はそんな辛そうじゃないんですけれど、どうでしょうね、味は。ポテトスティックのカラムーチョよりも辛くないんですけれども、なんかピリ辛だし、野菜の甘みも相まって、結構これ美味しいですね。後から辛さがやってくる感じです。パンが焼き上がりました。さて、今日のパンの焼き上がりはどんな感じでしょう。最近のあの膨らみ具合からすると、今日もいい感じに膨らんでると思うんですが、そこで安心しきっちゃうと突然膨らまないのがリンゴ酵母パンの面白いところです。それではどんな感じでしょう。オープン。じゃーん。ですね、微妙です。膨らんでないってわけじゃないんですけど、期待していたよりは膨らんでないです。けど、まあこんな感じでしょう。今日のおやつはファミリーマートで買ってきた雪娘マロン。じゃあいただきます。
なんか光っちゃいますね。これもきっとローソンの餅食感ロール見たくて、フォークとかで取りにくいと思うんで、もういきなり手づかみでいっちゃいます。うわ、やっぱ柔らかいです。めちゃめちゃ柔らかい。これじゃあいただきます。粉が大量にこぼれました。机の下が粉だらけになっちゃいました。マロンのホイップがいい感じに甘いです。ごちそうさまでした。一気に食べちゃいました。雪娘マロン、すごい粉々になるので食べるところはちゃんと考えておかないと大変なことになります。机の下が真っ白になっちゃいました。まあけど美味しかったからいいか。